召喚士か。俺の実力を見たいってことだな。その代わり全力で来てくれよ。スキルポイントが足りないから記憶を対価に増やしてくれとおっしゃっていましたね。何してるの転生前の俺。この世界の召喚士は国に一人いるかいないかの激レアジョブなのです。あの、私お手伝いしてもいいですか。なんだか封印前より調子がいい気がするわ。格上のわしにその単価本当に面白いの。依頼達成です。本当にケルビンさんには驚かされるばかりです。絶大な力を前にすると自分を抑えられないようじゃない。それってつまり重度のバトルジャンキーってことです。悲しみはないよってないよ来ないよって、一切の世界も全開だもんじゃって、歩いて歩いて未来。ケルビンさん、おめでとうございます。ひょっとして王の側室候補かの。ちょっと待ってください。お前ら人の頭の中でうるさいぞ。おかえりケルビン、永久昇格おめでとうございます。こうして俺の異世界生活が始まった。召喚士のジョブ、きっとこの世界で役に立ててみせるさ。黒の召喚士2022年7月より放送開始。